アルゴリズムとは何でしょうコンピューターサイエンスでは問題を一歩ずつ解くための一連の指示のことを言います。通常アルゴリズムはコンピューターで実行されますが人間もアルゴリズムを使います。例えばあなたはどうやって部屋にいる人の数を数えるでしょう私と同じだとしたらおそらく一度に一人ずつ指さして0から始めて1234と数えるでしょう。 これがアルゴリズムです。それでは実際に、少し形式的ですが、疑似コードというプログラム言語に似た英語のような構文で表現してみましょう。まず、n イコール0とします。部屋にいる人を1人ずつ数えるとき、n イコール n プラス1と表します。この疑似コードを解釈してみましょう。まず1行目で、いわゆる変数 n を宣言し、その値を0に初期化します。これはアルゴリズムの始まりでは、数えている対象の値が0であることを意味します。つまり、数え始める前は、 私たちはまだ何も数えていません。変数を n にしたのはただの慣例で、n でなくてもほとんど何でも使えます。さて2行目はループの開始点です。一連のステップを何度か繰り返します。この場合、ループするステップは、部屋にいる人を数えるところです。続く3行目では、どう数えるかを正確に記述します。実下げは3行目の作業を繰り返すという意味です。つまりこの疑似コードは0から始まって、部屋にいるそれぞれの人に対して、n を一つずつ増やしていきます。 さて、このアルゴリズムは正しいでしょうかちょっと試してみましょう。もし部屋に2人いる場合はどうでしょう見てみましょう。1行目で n を0に初期化します。2人それぞれに対して n を1つずつ増やします。ですので、ループの1周目では n は0から1になり、ループの2周目で n は1から2に更新されます。そしてアルゴリズムが終わると n は2で、確かに部屋にいる人の数に一致しています。ここまでは順調ですね。 特殊なケースではどうでしょうか部屋に一人もいない場合、数えている私を別としてですが、一行目でまた N を0に初期化し、今回三行目は全く実行されません。誰も部屋にいませんからね。ですので N は0のままで、実際に部屋にいる人の数に一致しますね。簡単でしょしかし一人ずつ数えるのはとても非効率的ですよね。もちろん改善できます。一度に二人ずつ数えたらどうでしょう ?12345678 と数える代わりに、 数え方を2468にしてみましょう。早くなりそうですが、実際に速くなります。では、この最適化を疑似コードで表現してみましょう。n を0にします。部屋にいるそれぞれのペアに対して、n イコール n プラス2とします。とても簡単な変更ですね。一人ずつ数えていくのではなく、二人ずつ数えていきます。このアルゴリズムなら、前よりも2倍速くなります。でも、これでいいでしょうか確認しましょう。部屋に二人いる場合はどうでしょう 1>, 1行目で N を0に初期化します。ペアが1組いるごとに N を2増やします。そしてアルゴリズムが終わると N は2で実際に部屋にいる人の数に一致します。次に部屋に人がいない場合を考えましょう。1行目で N を0に初期化します。3行目は全く実行されません。部屋には1組もいませんからね。ですから N は0のままで部屋にいる人の数に一致します。でも部屋に3人いたらどうでしょう。アルゴリズムは正しく動くでしょうか。見てみましょう。 一行目で n を0に初期化します。一組ごとに n を2ずつ増やします。それから、部屋にはもう他にペアはいませんから、二行目はこれ以上適用されません。ですから、アルゴリズムは終わり。n は2のままで、これは間違いです。このアルゴリズムにはバグがあると言われます。間違いがあるからです。新しい疑似コードで修正しましょう。n を0にします。部屋にいるペアごとに、n イコール n プラス2とします。もしペアになってない人が一人いたら、 n イコール n プラス1とします。この問題を解決するために4行目に条件を導入しました。これは分岐とも言われます。ペアとなる人がいない1人だけの場合に実行されます。これで部屋にいる人の数が1人や3人やどんな奇数であってもこのアルゴリズムは数えることができます。もっとうまくできるでしょうか 三、四、五や十人ずつでも数えることもできますが、それ以上になると指すのが少し難しくなりますね。要するに、実行するのがコンピューターでも人間でも、アルゴリズムとは問題を解くための一連の指示にすぎません。アルゴリズムを三つだけ紹介しました。あなたはアルゴリズムでどんな問題を解決したいですかこれらのビデオで学んでください。チャンネル登録で新たなことを学ぶチャンスを。